はい、こんにちは。札幌占い美容室ファイヤーマンカシのことです。こんな感じにしたいっていうのを見せていただいたのですが、レイヤージュのこういうメッシュのスタイルですね。で、ちょっと僕が今日やる裏技を、がもしできれば、先ほどのブリッジしないので、先ほどのところまではちょっといかないと思うんですけど、結構使える方法かなと思いますので、時間も短ければ、まあ、料金もちょっと下げて、お客さんの負担も減らすことができるかと思いますので、行ってきます。はい、ではこの状態から、染めていくんですけど、ブリーチをまずしません。で、カラーを、今ちょっと若干怖いのは履歴が全くわからないので、ブリーチ何回やってるのかとか、その辺がわかんないので、ちょっとどうなるかはやりながらにします。読めないんですね、どれぐらい色が入るかって。もう塗っただけで多分色入ってると思うの でやっぱりこの水にちょっとこうつけてる方が、はい、でムササビトリートメントを全体に1個願うんですけど、めっちゃトイレ行きたいので乾かしてもらっていいですか？あ、全然大丈夫です。途中戻ってきたらすぐ変わるんで大丈夫ですか？本当に大丈夫です。これダイソンなんですけど、すこれで乾かしてもらっていいですか？大丈夫ですか？今度はこれは大丈夫ですか？あ、これ普通にやればいいですよね。それ普通に乾かしてくれれば大丈夫、はい、結構風強いんで